もうね、今日自信しかないよ。もう神引きでしょ。あ、来ちゃいましたね、オランダトリオが。いやー、まさかでしたね。ちょっとびっくりしました。学校で見てびっくりしましたけど、まあフリット・バステン・ライカールトですよ。フリットレベル35と2列目なんや。いやー、逆合わせ度最高で、ブースターテクニック。でお次ファン・バステン。ちょ、ファン・バステン僕気になっております。レベル32、ボックスストライカーか。でも結構能力よくね。ボディコン引く、まあ、フェノミナル持ちでワンパスルパンの有能やな。皆さんよければ高評価お願いします。お願いします。ライカールとはどうなんやろ。なんか別にそんなじゃない、知らんけど。幸運の持ち主さん、発狂ようこそ。マジスカルナス。え、これ僕に幸運くれたってこと？神域確定これ。すごい、行きますか。もう行っちゃっていいっすか、オランダトリオ。いや、もう3枚引きできる気がするんよ、今日は。やっちゃいます。さあ、行きましょうか。気合入ってるよ。先に言っておくんですけど、フリット出たら撤退かな。追加金はしない予定です。もうこの3700コインで僕決めるんでね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。行きます。まあ、いや、やっぱ発狂方式やらんのダメか。いやー、やっぱいきなり10連ダメっすね、これ。自分の信念貫いていかないとね、これ。やっぱいきなり10連ダメなんすよね、これ。もう900コインなくなったから。そうね、まあ10連でそんな甘くないわ。うん、まあそれはしゃあない。オッケー、切り替えよう。10連で来るほどまあ甘くはないよ。全然オッケー。10連目はまあまだね、まだ、うん、まだいけるよ。ちょうど2700コインやから、あと30連か。まあ、これ、こうなったらもう引いた方がいいよな。いや、もう行くわ。行きます。これはもう行くしかないわ。もうこのちょうど2700コインってなった場合、これはもうね、進むしかないです。ちょっと法則やっとくね。サビまでに法則。くるくる。やばい、間に合わん。早く。やばい、くる。やばい。急ぎ。ここ。10連早い。あかん。もう、心が追いつかん。ちょっと待って、10連早いわ。ダメだ。心が置いていかれる。ちょっと待って、もう、もう2000コインぐらいいったってこと。うわ、えぐい。これだから10連は嫌いなんよ。ホームから引く？なんか、結構ホームから引いたら出ましたみたいに言う人多いですけどね。じゃあ、ホームから行きますか。いや、もう10連きつい。ちょ、待って、マジでお願い。ほんまに課金できんって頼むわ。マジで俺もう無理やで。ほんまに撤退するわ、出やんかったら。もう宣言します。課金しません。これ、あと20連できるんですけど、20連で来なかった場合、ガチ撤退します。ガチ撤退。うん。これ結構ガチで撤退します。別にいらんし、このオランダトリオ。フリット持ってるし、別にいらんから。ということで、いきます。決めるよ。マジで決めるぞ。いや、もう900コイン残そう。フリット頼む。いや、もう、いや、フリットバスで2枚引きとかどうすか？いきます。マジで、ガチお願いします。お願いします。コナミ様、お願いします。いきます。来い！頼む！しゃー！フリット、お願いします！フリット！まあ。オッケー、しゃあ、よし、撤退でいいか、これ。撤退します。ありがとうございました。皆さん、お疲れ様でーす。バステンが一番欲しかった。うん。バステンが一番欲しかったね。よし、終わろう。うん。もういいでしょ。いや、十分。
待って待って、いるもん、見てみんな、います、いるし、います。危な、詐欺られるとこやった、危ね。まあ今日はこんなもんか、配信。まあラスト900コインならいいか。まあじゃあラスト勝負でもしますか。いいの逆に、ここで僕10連引くんやけど、多分出ます。今からフリと出しちゃうんですけど、見れますか、僕が今からラスト10連でフリット当てるってとこ見れますか、皆さん。いいんですか、フリット出ます。フリット出るとこを見ててください、皆さん。もういらないです、音いらない、何もいらない、フリットが出るとこを。フリットが出るとこを、フリットが出るとこ、これはどういう流れになるんだこの配信。ちょっと待ってね、冷静に考えていいですか、冷静に考えていいですか。これ課金の流れとかなってないような、課金の流れこれ。あかんあかんあかん、ちょっと待って、ほんまにあかん。一回冷静に考えて、最近ちょっとやばいぞ。もしそこにいた場合、こっから1万よ。ほんまにラストちょっとだけいくわ、ちょっとだけ。媚び売り戦法していきたいと思います。ツイッターで、コナミさんに媚びを売るっていうね、戦法。コナミ様へ、僕は高校生です。ですが、フリットが、どうしても欲しくて、追い課金。追い課金、これ大事ね。追い課金、追い課金しました。神引きしてみたいです。よろしくお願いします。よし、これでいきます。媚び売りツイート入りました。お願いします、お願いします。マジで出ろ、マジで出ろ。いやもうマジでもう、配信のあれとかいらんから、お金大事なんで、もうここで出します。いきます。マジでいきます。ここで出します。見ててください。コナミさん、お願いします。コナミ、おい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 。俺の媚び売りツイート何やったんよ、これ。あ、バレ始めた、もしかして。配信で媚び売りって言いすぎたせいでバレた。本心じゃないってことバレた。え、ただの媚び売りってことバレた。マジこれ以上課金したくない。もう無理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 。借金生活やん、そんなんもう。親に借金やって、それはもうえぐい。崖っぷちでございます。崖っぷちで僕は何を思いついたかっていうと、媚び売りではなく、フリット出なかったらコナミアンチになります。これいきます。課金をしました。なので、次の、10連でフリットを出してください。いや、出せ。うん、課金してるんだから上から行ってもいいよね。次出さなかったら、コナミさん嫌いに なっちゃいます。ご理解しろ、ご理解しろ。オッケー、よし行きます。舞台整いました。来ます、コナミさんね、分かってるから来ます。これ安心してください、もう大丈夫。そんなもん願う必要もない。おコナミ、おい。いや、あ、昇格か。あそう、楽しませてくれるな、コナミさん。コナミ、あ、そう、全員オランダか、全員オランダや。ダメだ、全員オランダやった、このガチャ。全員オランダだ、このガチャ。ダメだ。びっくりした、俺オレンジャーがガチで昇格来たかと思ったら全員オランダのガチャでした。終わった。コナミに喧嘩打った俺が悪いわ、これは。すいませんでした、コナミさん。もう俺こうなったら止まらんって、もうみんな分かってるやん、絶対。もう俺も分かってるけど、視聴者さんが一番分かってんのちゃうんか、おい。俺こうなったら止まらんって、助けてくれ、誰か俺を止めてくれ。もうダメだよこれ。もう親にどんな顔を見せればいいんだよ俺は。80で来るっしょこれ。でも、あ、もうこのクソゲー、マジでもうこのゲームやってくれたわ、ほんまに。とことんやりやがった、マジで。
もううせえもう。思わせぶりは俺今まで恋愛でもされてきた。思わせぶりじゃなくてただの勘違い。その通りでございます。もうガチャ引いてね、速攻で行ってきます。もう皆さんもよろしくお願いします。ということで悪い運を全て流してまいりました。もうフリット出てるでしょ。うん、フリット出ててコメントも大荒れでもうえぐいことになってるんじゃないでしょうか。 3,2,1 ゴーシュ。んおもんないって言うなら 見ないでください。いや見てほしいです。嘘です。もうおもんなくてもいいので見てほしいです。すいません嘘です。すいません、そ見ないでください。嘘です。そんなそ嘘です。見てくれるだけ嬉しいです。おもんなくても見てくれるだけ嬉しいです。すいません嘘です。これでねフリット当てて、まあ、こっからフリットを使って無双するっていう配信が始まるんですけどね。やらせてください。いきまーす。せーの、フリット、よいしょー、宝石箱。えっ、だからハイライトへの昇格いらんって言うたろお前バカ野郎。ハイライトへの昇格ほどいらんものないねんからマジで。もういいその2枚引き。もうさすがに来るでしょ、さすがに。うっ、あーあーあー、ちょっと待って。えは、フリット、さすがに。よっしゃー、フリットや。いやー、何が起きた？何が起きた？え？は？何が起きた？え、ぐ？は？ぐ。耐え、いや、ほぼ、まあ、90連いってるからね、言うても。まあまあ、オッケーオッケー。みんなが追い課金しろって言って引いた結果これですから、まあまあまあそんなもんでしょう。ほぼ1万よ。